皆さん、席について今日の授業は、竹林左脳についてです。はい。霊夢先生質問です。左脳は、何した神様ですか？まず、彼は、父、イザナギの御事から、生まれたが、母、イザナミに会いたいとだだっこだった。そういう経緯があったのだが、スサノオは、主に三兄弟末で、姉、天皇の先祖、アマテラス。北方民族アイヌの王の先祖、ツクヨミの弟である神様です。ただ、スサノオは、母に会いたい一心で、父親に従ってきたが、どうしても、母に会いたい。母のいる黄泉の国に行くため、アマテラスに泊まらせてくれるよう懇願しました。これが星雲殿のスサノオですね。で、ここから星雲殿のスサノオなので、古事記とは、日本書紀とは、違う展開になります。スサノオは、アマテラスに懇願しました。アマテラスが優しいお姉さんなので、スサノオを泊まらせてくれたのですね。スサノオは、少々、主と似ていますが乱暴なことをいたします。そして、アマテラスは、天の岩戸に隠れました。そして、スサノオは、ユンで、アマテラスの兄、つまり、イザナミとイザナミの子を殺してしまったのです。さすがに、玉瓦の神は黙っていません。スサノオを地上に追放しました。スサノオは、今の島根県の火の川で落ち着いていた時、橋が流れ落ちてきました。スサノオは、川上を登りました。これが、クシナダ姫との出会いです。ヤマタノオロチを退治するため、スサノオは、クシナダ姫のお母さんであるアシナズチにとっぴきり強いお酒を用意しました。ちなみに、アルコール濃度で言ったら800です。で、スサノオは、過小しながらも怪我しながらも、クシナダ姫を守りました。そして、8つの頭を切り倒した後は、尾を切ります。ちなみに、これは、ヤマタノオロチが生き返らないようにするためです。スサノオは、クシナダ姫と過小などの治療をした後、島根県須賀市に行きます。自分の名前を一文字取って名付けられました。スサノオは、草薙の剣をクシナダ姫に預け、アマテラスのところへ献上しに行きました。そして、イザナミの御事とも再会し、イザナギがイザナミと構ってしている間に、スサノオとクシナダ姫は、自宅へ帰りました。これが星雲殿のスサノオですね。スサノオの子は、5男3女います。ヤシマジヌミの御事が長男として、主の先祖とも言える源流を作った嵐のタケルの御事。が次男として、3男が磯タケルの御事。4男が戦国大名、天子家の先祖、沼死に主の御事。逸尾が浅野山の御事です。長女。中国地方でおすすめの参拝は、須神社、福山市新市町とで、ここには、主の先祖の源流、嵐のタケルの御事もいるかもしれない。幽霊として、ほとんどが守護霊ですが、ここで主至る、子孫をずっと見守っています。スサノオの子孫のほとんどが、貴族じゃなくて、上級国民でもなく、武家として、落ち着いたのが星雲家です。彼らは、ビンゴの国で、スサノオや自分たちの先祖を祀る神宮を建てる計画をしていたらしいです。関東での参拝おすすめは、対馬神社です。愛知県です。スサノオは、特に女性好きだったようですが、剣術。弓術において得意な方でした。